はい、ということで、はい、今回はこれダッチオーブンで芋煮を作ります、はい、いっぱいネギあるんだけど、うん、芋煮と焼き鳥します、はい、今日はね、はい、そんな感じで作ります、はい、じゃあ早速ね、この里芋剥いていきます。なんかさ、うん、今日来るのめっちゃさ、うん、バタバタで決まったから、うん、そう、あの焼き鳥の串も刺してないんだよ。そう、これだとこっちでね、串刺します。火つける？まだまだつけないまだつけない、うん、後ろで写真を撮ってあります、はい、じゃあこれこんにゃくも入れちゃうよ、うん、こんな感じ、はい、OK、あ、アクは？アクちょっとね、取って、アク取る、アク取ったらこんにゃく入って全部出ちゃった。ゆたくんお帰り。どこ行ったの？川とか行って写真撮ってみたり、いろいろやって。よし、バッチリよ。肉入れよっか。肉、ちょ、究極の味見また見せちゃおうかな。究極の味見、はい、ね、プロはこう、はい、通るじゃないですか。こう、これぐらいですよ、はい、これぐらい取ってこれね、お玉と口、お玉と口つけない、はい、いい、吸うんだよ、いい。熱いからね、つけると熱いから。吸うなよ。牛丼みたい、牛丼みたい、減るからネギも入れる。はい、じゃあ焼き鳥串刺すのに、これ家で水につけました、竹串を、はい、そうすることによってね、焼いた時に竹串が焦げにくくなるっていう感じでやっていきます。よし、どうパパ、良くなってきたような感じがする。本当？あんまりガリ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 やってると、なんか芋の形が崩れてきた、うん、もうやばいよ、本当だ。あんまりやらない方がいいかな、うん、もうそっとしといた方がいい。なんか、え、ここら辺やばいよ、やばいよね、うん、なんか芋の形がちょっと若干崩れずっとあっちもばっかし味見大事だよ。大事だ、はい。どう？あ、いい感じ、いい感じ。さっきよりちょっといい感じになってきてると思うね、うん。やっぱり煮込むと味変わるね。うん。どう？あ、いい感じ。ね。で、オッケー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 。いやいや、それ順番は関係ないかもしれないけど、俺は多分そうだと思う。一発目ネグのやっぱり鳥だよね。ああ、ネグじゃないよね。本当だ、そこに言えば。鶏、ネギ、鶏、ネギ、鶏で終わりなんだ。まあ、どっちでもいいから、まあこれもこうグッとやって鶏刺しちゃいいじゃん。鶏ないし、あ、もうねえのか、終わった。いいね、いいよ、まあ、我が家流ということで、そうそう、我が家流ということで、一口目ネギだよ、はい、うちは。そう、はい、次はね、この焼きおにぎりを使って肉巻きおにぎりを作ります。先日買った、290A ですね。よし、
ました。めちゃめちゃ明るい3台ですね。持ってちゃうか。よし。夜ご飯こんな感じです。ということで今回は焼き鳥ですね。ネギマとあとちょっと隠れちゃってるけど砂肝も用意しました。冷凍おにぎりで作った肉巻きのおにぎりです。これはコストコで買ってきためちゃくちゃでかいステーキですね。あとこれがニンニク、カツオです。そしてこのダッチオーブンの中身はせーのカーニバル、じゃーん、美味しそうな芋煮、パワーさんが作ってくれました。美味しそう。肉ゴロゴロ。それでは冬のファミリーキャンプに乾杯。乾杯。あったまる。あったまる。ああ、あったかい。あったかい。最高。ホット梅酒、うん、最高だね。いいね、いいね、うん、どういうだけ。よし、じゃあちょっとやっとくよ。やっとそのこと、ね、うん、じゃあそれではステーキからいっちゃおうかな。はい、いきます。せーの、のせよう、のせよう、のせよう、どんどんのせよう。おー、いい感じだ。焼き鳥、はい、パプリカのせて、はい、焼き鳥、いいね、はい、美味しいじゃん。うん、どう？どう？里芋、うめぇ。里芋めっちゃうまい。とろとろに柔らかい。あ、うん、ね、うん、あ、おいしい。あ、やっぱりビール買ってきたかったな。あ、あるある。ちょっとやるべよ。ちょっとビール、ビールやろう。ビール、ビール、はい、それではとろとろいいんじゃない、いいんじゃないかな。おぉ、おぉ、いいじゃん。うわぁ、最高、最高。あのー、おー、うまい。シラカップビール、シラカップビールいいな。あー、やっぱりビールだ。寒くてもビールは美味しい。うまいな。まあ家族で飲みながらできるって最高だな、これな。最高よね。これタレにしちゃおう。うめえよな、ほんとな。焼けたかな。わあ、レア、おいしそう。コスコのお肉おいしいんだよね、ほら、こんな感じ。めちゃくちゃおいしそう。パプリカが焦げてる。パプリカ焦げ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 。うまいね、こう。焼く？うん、焼いちゃおっか、これ、うん、それの方が早く焼ける。これもう、この先っぽまずくない？これ真っ黒、真っ黒、これ難しいよね。あら、真っ白で見えない。くぶりがやばくて見えない。うわ、うまい、焼き鳥。おいしい？ベルマちゃん。煙。煙、本当に。目が開いた。うわ、すげえ。やばい、すごい、すごい。肉巻きおにぎりファイヤー。肉巻きおにぎりね。これちょっとね、タレをつけます。絡めます。タレ絡めて。絡めて。うん、こんな感じで、うん、いたし合います。これで焼きます。また焼く。はい、ちょっと焦げ臭くなる、ね、うん。はい、これ、タレ食べられてます。ありがとう。どういう、肉巻き食べた？うん。食べよう。どう？美味しい。パパが食べさせたから2倍も3倍も美味しいだろ。そういうことだろ、ママ。マッチング？マッチング？あ、肉巻きおにぎり最高。本当？シナモン。焼きおにぎり。うん、どう？焼きおにぎり。ビールがうまい。お。結構いい感じじゃない？うまい、焼肉じゃなくて肉巻きおにぎり。うまい。これ今バナナにね、チョコレート刺しました。これ焼いたらどうなるかな。ジェイカちゃんがあります。
どうなるでしょうか。すごいなこれ。食べれるんじゃん。ママが少し食べる。ママあんま食べてない。もう食べた。また始まるよ。ここからまた始まるよ。誰が食べたらいい。責任のなすり合いみたいな。あるよね、うん。誰が一番食べてないよ。関西の人にこう、くつくつやん褒められたから気分がいいんだ。よかったね。発音、グッドだけ見て。デザートタイム。ちょっと温度測ってみようか。いいから温度は。いちいち。いちいち。すごいことになっていました。トロトロ。トロトロやん。違う。まだ。どう。トルさん。何したの？食べた瞬間糸引いたとか。バナナチョコ。うん、あ、バナナ。チョコバナナ。うるさい。チョコバナナ。うん。あ、でも美味しいと思う。本当に？うん。糸引いてないよ。いや引いてるね。引いてる。てね、お兄ちゃんちゃんと口の周り引きなさい。ちょっと食べてみ。マジで？うん。マジ？気をつけて、熱いよ。あ、分かった。芋煮の中に入った。もう残ってないけど。やばくない？え、それやばいじゃん。原型の味わかんないじゃん。な、ハオってなんで音出すの？食べるとき。うまい。ほんと？うん。結構いけるよね。結構いける。食べてみ？それではいただきます。いただきます。チョコバナナ。うん。ね、うん、ホットチョコ、うん、ホットチョコだけど全体的に熱くな、うん、はなってないんだね、うん、うんうん、で、ベリーマッチングだよ。ベリーマッチング、美味しい美味しい美味しい、うん、だから言ったじゃん。めっちゃ効果を出るんだって。お持ち帰りしましょう、ね、お腹パドってなかなってないんだけど、あ、お腹かかんない。どうした、何が起きた。今暑かったね。だから湯気すげえ出てるもんだって。それそれではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。久しぶりのキャンプでの晩ご飯、最高に美味しかったです。ピンピラピン、ピンピラピン。いい感じになっちゃってんだ。いい気分になっちゃってんでしょ。みんなでゴロゴロ、ゴロゴロタイムです。ゴロゴロタイム、ゴロゴロタイム。いや、いや、やばい、昨日やったら3時だし。え、なんで3時なの。なんだかんだやってその時間になっちゃうんですよ。え、やばい。え、一緒に何一緒に入っちゃった方がいいパンかなって言ってるよ、お風呂で。無理だよ。いいって。めっちゃシュールな絵。シュールだよね。オッケー、オッケー、オッケー。できたー、できたー。それでは、おやすみなさーい。おやすみなさーい。ゆうたはすべてやってます。よし、やるぞ。はい、よいしょ。